ほら、そろそろ出るぞ。もう用事はないんだろ。うん、用事はないんだけど。シキ？シキには楽しいことってあるの？今日は熱でもあるのですか、お姫様。茶化さないで。私、少しはあなたの体のことを知っているわ。シキだって分かっているんでしょ？自分の体がいつ死んでもおかしくないってことぐらい。まあ、そりゃ人間はいつか死ぬ。あなたの場合、人より早いでしょうけどね。どうしてかしらね。あなたを見ていると時々わけもなく怖くなる。だから聞かせて。そんな不安定な命で楽しいと思える時があるの、シキ。本当にバカだな、お前は。そんなの俺にわかるはずがないじゃないか。たださ、生きてるだけで楽しいんじゃないかな。今までが楽しかったから、これからもやっていこうって気になるんだ。きっと、そうに違いない。まあ、お前の質問に答えるとしたら、こんなところか。それが四季の心なんだ。そうしているだけで楽しいか。そうよね。余分なことだって分かっていても、楽しいのなら切り捨てることはできないもの。私はそれが怖くてつまらないことを聞いたけど、今はそれが答えでいいかな。なんだよ、さっきのことまだ引きずってたのか。そうだけど、とりあえずわだかまりは消えてくれたわ。だからこの町に救っている吸血鬼を倒すまでは迷わない。それまでシキと一緒に戦うよ。そうだったな、俺とお前ってそういう関係だったっけ。なあ、アルクエド。全部終わった後、吸血鬼を倒し終わったらさ、別れる前に、もう一度だけこうして遊ばないか。
それどういうこと？アルクエイドの目的が済んだらもう一度ぐらい無駄なことをしようって言ったんだよ。結局俺とお前は協力し合っているから一緒にいるだけだろ。だから本当に何の義務もなくなった後、何の意味もなく会えたらどうなるかなって、そう思っただけ。まあお前が忙しいって言うなら別にいいけど。何の意味もないけど、それはきっとすごく楽しいよ。